では、帝国になりましたので第5回目の、計算科学特論 A の講義を始めていきたいと思います。本日も、東京大学情報基盤センターの、片桐先生に講義をしていただきますけれども、本日はプログラムの高速化の応用ということで、講義していただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。でそれでは5回続く講義の最後のところなんですが、今回はですね、プログラムの高速化の応用ということで、プログラムの性能ボトルネックをどう捉えるかとか、あと性能プロファイルとか、実際の高速化の事例で、あんまりここもですね、教える講義はないと思うんですけども、実際私がチューニングしてきた問題等で、有効であったチューニング方法とかを、話そうと思います。で、性能チューニングの応用ということなんですが、皆さん、特にですね、最初から、チューニングを考えてやるというよりかは、アルゴリズムとか、そもそも、プログラムの設計とかを考えて、やれる方がいいんですけども、最後になり、の方で、性能のチューニングっていうのは必要になってくる状況が、あります。でそこで、最初に言っておきたいことは、コンパイラーを異様に過信している方が多いかもしれませんが、原則ですね、あんまり信用してはいけないということを言っておきたいと思います。というのはですね、コンパイラーの最適化っていうのは、書き方が悪いと全然性能が上がらないということがあって、その性能を上げるためには実はよく分かってないといいコードが書けないという、矛盾した状況になることがあります。で特にですね、自動並列化に対して非常に期待を持っている方がいると思うんですが、大抵はこれ使えないと思った方がいいです。っていうのは自動並列化が効くようなコードを書けるかどうかっていうのは、並列処理がよく分かってないとダメで、もともと何も分かってないようなコードを書けたって、それは人間ができないものをコンパイルができるわけがないという本質があるので、皆さんの夢を打ち砕かれることになるということを、よく経験しています。でですね、特にですね、ベクトル計算機っていうのは特に古いコードとかにあったんですが、それ用に書かれたコードっていうのは、実はループ中にすごく式が書かれていて、それでもハードウェアの力でなんとなく速くなってしまったコードっていうのが結構あるわけですね。そのコードを最近のスカラ計算機に持っていっても結構致命的に遅いわけですね。だからそこを書き直すと結構かなり大変になります。なので、何が主に起こっているかというと、1ループ中に書いたら式が非常に多いようなものだと、コンパイラーがいくら頑張って最適化、特にレジスタの最適化なんかをしようとしても、すぐレジスタがなくなってしまって、メモリーが吐き出すようなコードを生成して遅くなるということがありますから、ハードウェアが変わって当然全然仕組みが違いますので、そのまま速くならないし、それをチューニングするためには、かなりコードを書き換えないといけないということが、よく起こっています。で具体的には、私がやったコードでは、ループ分割っていうのを自分で手で書かないと速くならないとか、そういうことがあるので、こういうことをしてないと実はチューニングが難しいということが、背景にありました。で先ほども言いましたけど、自動並列化っていうのは特に過信してはいけなくて、そもそもですね、ループに並列性がないコードは、絶対並列化できませんので、どう頑張っても、自動的には並列化して速くならないと。で書き方が悪いと、原理的に並列化できるループも自動並列化が効かないということがありますので、これもだからよく分かってないと、そもそものアルゴリズムの並列性が内在したとしたとしても、コンパイラーの並列化の恩恵を預かることができないということになります。で、特にですね、気にするのはループの構造、特に開始と終了値っていうのは絶対書くわけですけど、それが明確っていうのは、字面で書いたのが一番明確ですね。1から10とか。そうじゃなくて変数になっている場合は、それが局所変数になっているかとか、体系変数になっていると徐々に分かりにくいし、さらにそれが入力になっていることが普通なので、普通分かんないわけですね。そういうような状況で並列化するのは難しいことですので、そういう構造が分かった上で、分かりやすいコードを書かないと、自動的に並列化してくれないということがまずあります。でさらに言語的な特徴から生じる問題もあって、なかなか難しいんですが、特に C 言語ではですね、
まあ、並列化したいループがある関数コールを含む、ループの並列化ってことが、まあ、容易に起こるんですが、内部の、関数コールには並列性があるんですけど、外側でなんか、それを呼んでいるような場合に、引数にデータ依存が、ないのにもかかわらずあると判断されてしまうケースがあって、並列化できないということがよく起こります。でこれ何かっていうと、まあ、この FOO、まあ、FOO っていう関数があって、それを、まあ、なんか呼び出している。でこの中は並列化できるものだからコンパイラが自動的に並列化してくれると思いきや、あの C 言語の場合 ABC にあたるこの配列っていうのは、まあ、あの同じ場所を指定可能です。だから、ABC じゃなくて AAA っていうことも書けるので、一般的には ABC は、依存がある同じあの場所が指定されることを、考慮して並列化がされるということになるので、この FO の中に行列的みたいなコール並列性があるものを書いたとしても、まあ、そのままではこれは依存関係があってループの並列化をしてくれないということになります。でこれがこうなのは普通ですから、並列化できるのができなくなっても、まあ、おかしくないと。でこれはまあ、我々はよく分かっているので、ディレクティブもしくはコンパイラーオプションで ABC に、依存がないってことを宣言すると自動並列化をしてくれたりするので、こういうことを知ってないと、だから任せても何もやってくれないってことが、まあ、あります。これだからこういう例は結構よくあるので、挙げましたが、もし自分のコードでこうなっている場合は、そういうことがあるんだってことを確認した上で、コンパイラが提供するディレクティブとかオプションで、まあ、指定してやる必要があるということ。であとですね、まあ、自動並列化の問題では、まあ、スレッド数がまあ増えていくよっていう話はしたと思いますが、まあ、一般的にはまあ、4スレッドとか8スレッドとか、まあ、低レベルのスレッド並列性と、まあ、8を超えて100数100に至るような、高スレッドの、並列時の、まあ、最適なコードというのは全く違うので、違う書き方をしないとそもそも高い並列性のは指定できないんですが、自動並列化するときにそもそもですね、コンパイラーが、実行前にユーザーが使うスレッド数というのは知ることはできませんので、まあ、一般的にはまあ、平均的なスレッド数とか平均的なループ長を仮定して最適化したりしてしまうと。それに当たれば、まあ、それなりに性能が出るんですけど、その保証はないので、まあ、性能が出ないということが、まあ、あります。で特に何回も言っていますが、並列数が増えていくとループ長が普通は短くなっていくことが普通なんで、そういうふうに短いループに仮定して、並列化が、されるということがないので、コンパイラーではやられていないことが多いので、これを何とかする必要があります。でもしそれが、まあ、明らかな場合は、自分で、手によってループ融合とかをしてループ長を長くしてしまうするというような、チューニングが必要になってきて、まあ、今後ですね、特にまあ、G4 ファイとか数百スレッドで、なんか、動かすときには、こういうようなループ長を長くするチューニングっていうのが必須になってくると考えられるということですね。で、まあ、あとは、まあ、これは当たり前かもしれませんが、まあ、どっかのベンダーのコンパイラー最適化を義時期にしたものを、これが早いと思って他のベンダーのコンパイラーで持っていってもそれは早くなる保証はなくて、それはハードウェアが違うっていうこともありますし、同じハードウェアだってコンパイラーの仕組みが違うんで全然書き方一つで何をやってくれるかどうかはまあ違うということなので、こういう期待はできないということになります。でもっと言うと同一ベンダーのコンパイラーでもハードが変わると全然もう最適化の保証はないということになります。なので、まあ、チューニングのコストがかかるんですが、まあ、こういう分野においてですね、まあ、従来からあるコード、まあ、レガシーコードと言いますけど、それを変わっても、変わるというのはハードウェアが変わったりソフトウェア環境、コンパイラーを含むソフトウェア環境が変わっても、まあ、高い性能を保つというのは非常に HP の世界では重要な課題になっていて、これは性能過半性という言葉で、まあ、扱われることがあります。過半性というのは普通はどんな環境でもまあ、コンパイして実行できるというような意味なんですが、性能を保証した上で、いろんな環境に持っていって早いという分野です。でこの分野は、まあ、ソフトウェア自動チューニングと言われる分野でやっている、研究が、まあ、一つ当たるのと、まあ、大きな意味からすると、これソフトウェア工学の一つになります。まあ、ただし普通のソフトウェア工学と違って、普通のソフトウェア工学はまあバグなく物を動かすっていうことが主体なんで、性能をあまり見ていないことが多いんですね。だけど、まあ中には性能を見た上で、
まあ、動くものを作るという分野があって、これはソフトウェア性能工学と SPE と呼ばれる分野が一応提案されてはいます。なので性能要求をもとに、まあ、ソフトウェアを効率よく作るということも研究はされて、特に日本では少ないです。海外ではこういう研究もありますので、こういう分野が進むと若干は良くなるかもしれませんが、現状ではまあかなり難しいということになります。で、まあ、ソフトウェア開発コストを低く保って、まあ、チューニングの枠を作っていくというのはそのソフトウェア自動チューニングの分野なんですが、まあ、こういうことをやるためには自分でまあコーディングしていると大変なので、まあ、コード自動生成したりとかですね、まあ、性能のモデリングというのも当然必要ですし、探索とかあとまあ機械学習とかをまあ投入して、性能可変性を達成するということが今一応研究としてはされています。まあ、ただしまあ皆さんの手元にまでこういう技術が、まあ、伝わるというのは現状ではまあ難しいので、まあ、一応、まあ研究レベルな話になっているということです。で、なので、まあ、皆さんとりあえず自分の力で、まあ、早くしていくということを考えるんですが、まあ、そもそも論として、まあ、自分の行動の、どこが時間がかかるのかというのを分かってないとチューニングしようがないということになります。まあ、特に最も時間のかかる分をホットスポットと言いますけども、プログラム上のホットスポットを認識しておく必要があると。でこのホットスポットはいろいろありますけど3つぐらいあって、1つは、まあ、演算時間のボトルネック、一番演算時間がかかっているような場所というのが、まあ、1つあります。で次に、まあ、並列プログラミングですが通信時間がかかっている場所というのが一つあります。で、まあ、この2つというのは、まあ、多く語られるんですが、実はあまり多く語られなくて重要なところは IO ボトルネックというのがあって、実は IO の時間が長いという処理もあるので、これも何とかしないといけないと。まあ、この3つぐらいを認識して、まあ、自分のプログラムのどこが重いのかというのをまず知っておくというのが一つ重要なことになります。で一般的にですね、まあ、自分の行動の、ホットスポットを知るには、まあ、計算量とかはあると思うんですが、まあオーダーとかそういうやつですね。そこで、まあ大まかな範囲内には、見切りをつけることができるんですが、実は当てにならないことが多いです。でやっぱ思わぬところにホットスポットっていうのが実は生じていることがあるので、これは単に頭の中で計算してどうこうなる話ではないことがあります。またどんどんチューニングしていくとですね、またチューニングの状況に応じて、ホットスポットが移っていくんで単純ではないということがあります。で、まあ、例えば計算量が多いと思っているところでもなんか非常に問題サイズが小さくてその、データがキャッシュに乗ってしまうと、実はキャッシュっていうのはかなり転送能力が高いメモリですから、早いということもありますので、単純な計算量だけではまあ、よくわからないところが出てくると。あと通信量が少なくていいやと思っていたら、実は通信回数が多くて、総合的にその回数にかかる、通信のコストが多くなって、通信がネックになることもあります。なので、これも量とかだけでは判断がつかない。で IO も、まあ、あまり多くないやと思っていて、放っておくと、実は想像以上に自分の使っている IO が貧弱、スパコの IO が貧弱だったりですね、実は偶発的に IO が劣化するということもありますね。スパコンで結構みんなで使っているとですね、あるジョブが非常に重い IO をしていて、自分の IO が阻害するとむちゃくちゃ遅くなったりすることがあるので、状況によっては、再現しなく、IO が遅くなることがあります。でこれ意外にあったりするので、こういう場合はちょっと IO を何とかしないといけないということにもなったりします。まあ、いずれにしても理想的にはこういう IO、リストってあまり起きないと思っていて、実際起きるというケースがあるので、まあ、調べておく必要があるということですね。で、まあ、これ言うまでもないんですけど、まあ、最初は、計算時間はすごい時間かかっているので、ここをチューニングしていくと次には、まあ通信時間が見えてくるので、ここを、まあ、次やらないといけないというように状況によって変わっていくので、あと、まあ、偶発的な事態によってさっきの IO じゃないんですけどあり得るもので、遅くなったとか、チューニングしたい場合はその都度、自分のホットスポットを認識しておく必要があるということです。で、どこにホットスポットがあるのかというのが、まあ、分かったとして、実際どういうことをやっていくのかということですけど、まあ、演算ボトルネックの場合っていうのは、
まず最初に、そもそもなんかアルゴリズムを変更して全部書き直すっていうのはあるんでしょうけど、それはコストがかかりますから、ユーザーからすると、コスト少なくて早くなれば一番いいわけですから、そういう意味では、いろいろ検討する、どうやって早くするのか検討する、優先度っていうのがあるわけです。で、一番、コストが少ないのは、さっき言った信用ならないコンパイラーなんですけど、このコンパイラーにおいて、なんかオプションを指定すると、早くなるんであれば、これは非常に有効なわけですね。コンパイラーオプション変えて再コンパイルするだけですから。で、具体的にはどういうオプションがあるかっていうと、プリフェッチの強さとか、ソフトウェアパイプラインニングを強化しなさいっていうオプションがあることがあります。だからそういうオプションを、自分のコードで適用できる場合は、つけて、コンパイルすると、数パーセント速くなるということ。そうなったら、非常に嬉しいわけですね。再コンパイルで数パーセント速くなる。あとですね、コンパイラーの中には、このループをアンローリングしてくださいとか、タイリングしてくださいっていうものを提供している場合があって、それもですね、OpenAPI のように数行、1行つけて、早くなれば嬉しいわけですから、こういうようなところをまずちょっとやってみるっていうのは一つの方法です。でもそれはあまり本質的にはおそらく早くならなくて、それじゃ足りないっていう場合は、アルゴリズムを変更して、当然計算量が少なくなれば、当然オーダーの N の2乗が N に落ちるとか、そのぐらいの激しいものであれば効くわけですから、そういう検討をするのが、本質的にはやるべきことになります。で、そういうことができない状況においても、アルゴリズムっていうか、どちらかというと実装を変えてキャッシュ向きの、ものを採用すると、キャッシュに当たるようになって10倍くらい速くなったこともあります。で、これはブロックアルゴリズムってやつなんですが、この講義の後ろの方に山本先生とかがそういう講義があるんで、そういう、特に主に線形数値大計算代数、線形代数の計算なんですけど、そういうことができる分野においては、こういうアルゴリズムを設計する、もしくはライブラリってものがあるので、それを使ってもらうっていうのが、やるべきことになります。で、最後に来るのが、これはもうしょうがない場合で、コンパイラが自動で行いコードチューニングをやるっていうのがあって、コードでもう書き直すっていうのは最終手段ですね。で、その中でも、アンローリングとか、この辺はもう本当に、コストがかかって、あまりやりたくないことなんですけども、データ構造を変えて、実は連続アクセスになるというようなこともあって、これはむしろやった方がいいかもしれません。そうすると、数倍速くなることも。で、特に最近ですね、物理のシミュレーションの世界では、物理データを持つときに、どういう順番でデータをアクセスするかっていうので、 AOS とか SOA とかいう方法があるんですが、これは簡単な話で、流速とか速度の配列を別に用意して、それぞれをアクセスするのか、流速速度っていうことで順番に並べて、データコードを作るのか、どちらがいいかは実はハードウェアとかに、によるんで、そういうようなデータコードを変えることによってキャッシュの、有効利用がされて速くなるということがあります。ただしデータコードを変えるので、一般的にはプログラム全体を書き直すっていうコストが生じますけども、やる価値はあるということで、こういうことが今実際やられて速くしているケースも多いんですけど、やっていくということが考えられます。外にもあるかもしれませんけど、ざっくりこういうような手順でやっていくというのが、一般的な話かと思います。で、あと通信がボトルネックの場合どうしたらいいか。これは後ろの方でちょっと出てきま、具体例が出てきますけど、まず2つあって、通信レイテンシーが主要因なのか、通信量が主要因なのかを、見極める必要があります。で、通信レイテンシーが主要因の場合は、これは通信回数が多いことで、通信時間がかかってしまうのが原因ですから、細切れに送っている通信っていうのを、一括してまとめて送るってことができれば、通信回数を減らせることができるので、速くなることができます。一般的にこの通信のベクトル化と呼んでいる方法です。で、あと通信回数が減らせるのであれば、演算量を少しぐらい増やして、冗長計算してでも減らすっていうのも一つの、方法になります。あとですね、これなかなか難しいんですが、非同期通信を使って、そもそも同期的に通信しな、あの、そうし、同期的に行わなくて、通信の、回数を見た目減らすという方法があるんですが、通信回数が多い通信レイテンシー立足の場合は、送るべきデータが少ないことがあるんで、これはなかなか難しい。そもそも非同期にしたって通信の、同期が見えちゃうということがあるんですけど、場合によっては有効であることがあります。
あと一方ですね、通信量が使用員、1回あたりの通信量、データが多いっていう場合は、もうこれはもう本当量を減らすしかないので、むしろ計算量を増やしても、通信を減ら量を減らすっていうことが有効になる場合があります。あとこういうこともできないという場合は、もうそもそも送る通信自体の方式を、早いものにするという意味で、その、RDMA って言われる高速な通信機構が提案しているような、提示されているようなシステムにおいては、この RDMA ベースで書くと、MPI とかに対して速くなることがありますから、こういうような書き直しをするというのが一つあります。3番目は、非同期通信を使うと、もう待ち時間が、通信の待ち時間が多いという場合は、有効であることが多い。そもそも通信量が多いということは、十分送っている時間が見えている状況なので、場合によっては待ち時間を減らす、非同期通信によって待ち時間を減らして早くなることがありますので、こういうような手順を一般的にやっていくということが、考えられます。で、IO ボトルネックの場合ですね、これどうするかっていうのは、これは多分言われなくても実はアプリケーションの人たちは自分たちでやってることが多いんですが、まず一つ考えないといけないのは、高速なファイルシステムを使うっていうことがあります。で、計算機センター、東大でもありますけど、スパコンの中には実は IO 用の、機構が提示されていることがあって、例えばファイルステージングっていうのが、ありますね。IO 用の特別な、ノードというかそこにデータを送って、並列に、書き込むと早いというのがあって、このファイルステージングを使うと、早くなるケースというのがあります。で、これは場合によってはこういうものを知らないで普通共有メモリーのところに書き込んで使っている人がいるんですけども、これは計算機センターのシステムを見ると分かるので、要はネックの場合はこれを使っていただくというのがあります。で、特にですね、共有の普通のメモリーフォームみたいなのに書き込むと、あれは他人の業務の影響を受けやすいんで、本当に遅くなるケースがあるんで、そういう場合はファイルステージングにするだけで速くなるケースというのは、実例としてあります。で、あとは、それでもダメなら、これはもうアプリケーション的にどうかするということなんですけど、データを間引くということですね。もう必要な、全部不必要なところまで、IO に出しているともうしょうがないんで、データを間引く。これが、でも実はこれ結構やられている。ことかもしれませんけど、やるというのがあります。あとですね、これは、OS とかの、パラメータがあるで、それが調整できるような場合もあるんですけど、そういう場合に使うのは IO のストライプサイズっていうのがあって、IO を書き込む時のサイズっていうのが変更できることがあります。で、この IO ストライプサイズっていうのは大きいデータを一発書き込むのか、細かいデータをたくさん書き込むのかで、このストラップサイズが適切なものが違うので、自分の上部の大きさに合わせて、その IO ストラップサイズが変えれるシステムであれば、大きくしたり小さくしたりすると、早くなることがあります。で、これもできるかどうかは、スパコンシステム次第なんですが、ある場合は、こういうような、調整をすると、早くなることがあります。で、最後はですね、より高速な IO 方式を採用するということで、一般的には MPI 実行の場合、IO する場合は、MPI プロセスごとに同時に IO するような実装になっていることが多いんですが、これはしょうがないんですけども、その場合にですね、自分で書くよりかは、より高速な IO のインターフェースですね、例えば MPI 使っていて MPI-IO というのがあって、これは並列の IO システムで、かつですね、全体の複数のファイル1個に見せるようなシステム上の工夫で、使いやすいものになっていますから、MPI-IO がちゃんと実装して、あるシステムにおいては、自分でこう個別に出すより早いことがあります。なので、ここに控えておくのが、今後の動向というか、MPI-IO が普通にサポートされていく状況だと、高性能が達成できる可能性があるので、こっちに書き直すというのが一つの方法かと思います。こういうような、やり方が、あります。で、じゃあどうやってホットスポットを調べるかなんですが、一番簡単なのは、自分プログラムを作ってますから、プログラム中に、タイマーを仕掛けてみるっていうのが、ある意味汎用的な方法ですね。で、これは自分で作る場合はいいんですけど、他人のプログラムを使っていたりとか、非常にバカでかいような、ソースに対してホットスポットを知りたい場合というのは、こういうこともやってられませんから、困るわけですけど、一般的にはそういう場合にやるのが性能プロファイラーというものを使って、実際にどこの部分が時間かかっているか調べることができます。で、
で、演算ボトルネックは、どう調べるかっていうと、これ大体プロファイラーの基本機能によって調査可能で、ループごとの、詳細プロファイルっていうのを使うと、ハードウェア性能、キャッシュのヒット率、このループはどれぐらいキャッシュがヒットしてないかとかいうことも調査できるので、IO ボトルネックの場合の、調査ができるようになっています。具体的には、富士 FX10 とかそういう、K でもそうなんですけど、基本プロファイラーっていうのがありますので、こういうものを使ってもらったり、各社いろんなプロファイラーが出ているので、それを調べて使うというのが一つの方法です。あと、通信のボトルネックなんですが、これもですね、プロファイラの基本機能によって大体の通信の時間というのが出てきますから、これも調べ、それで調べることが、できます。で、問題は IO ボトルネックなんですが、これ IO の時間ってあまり一般の、プロファイラーっていうか、特にスパコンのプロファイラー提供されていないことがあるので、これはもう実は自分でタイマーで調べたりしないとダメかもしれませんが、スパコンのベンダーによっては、これ IO ボトルネックが出るプロファイラーが用意されていて、クレイ社の、クレイパッドってやつは見えるんですね。だから、場合によってこれも、使ってもらうと、IO の時間とかが、見れることがあります。で、特に IO を行うときにですね、ちょっと気になった実装が過去の、プログラムであったんですが、これは何かっていうと、MPI の、プログラムのときに、IO のためだけにプロセスゼロにデータを集積して、プロセスゼロのみが IO をするっていうようなプログラムを作っていたものがあったんですが、その集積のためには MPI オールギャザー V とか使ってるんですけど、これ、明らかに、筋良くなくて、高並列になればなるほどほとんど通信の時間になって、並列も IO もできませんので、これはダメだということになりますから、こういう実装は、そもそも書き直さないといけなくて、多分おそらく分かると思いますけど、あるところで破綻しますね、IO の時間が増えて、プロセスが増えると。なので、こういうようなプログラムになっている場合は、もうそもそも MPI-IO で、並列で IO ができるようなものに書き換えていくというのが、重要なことになります。いずれにすると、 IO については、絶対必要な処理ですから、どのようになっているかっていうのを、確認した上でチューニングしていくということが必要ですので、各自確認していただけるといいと思います。で、性能プロファイリングなんですが、これはですね、実際にスパコン使っている方は、触ってられると思います。もし初めてこれから使う方とか、どういうものかわからない方に対して説明しますと、当然ながら性能プロファイリングなぜしなきゃいけないかっていうのは、自分のボトルネックがわからないとチューニング意味がないってことですね。手続きは100秒かかってて、次は10秒かかって、次は1秒だと、で、全体111秒だとしても、これ、一番時間かかるその手続きをチューニングしないと、全然全体に影響を及ぼさないんで、そもそもこういうことを知るために必要である。で、性能プロファイルを行うためには、一般的にスパコの環境では、スパコのメーカーが提供しているコンパイラーと連携していることが多いので、あまり苦労せずに使えるようになっています。で、使い方は、コンパイラーオプション、指定しなくてもいい場合があるんですけども、コンパイラーオプション等で指定して、実行可能コードを生成した後、それに対して、1回実行して、その性能プロファイルのためのログを、取ると。その後、専用のコマンドを実行するとプロファイルが取れるというような仕組みになってますから、コンパイラーはいつも通りやって実行するだけで、性能プロファイルが取れるというふうになっていることが多いです。で、分かることなんですが、これは当然、対象によって依存しますけど、どんなツールを使う、性能プロファイラーツールを使うかなんですが、一般的に分かることは、全体時間に占める各手続きの割合、あとメガフロップスとかギガフロップス値。あと、細かいループとかを指定した後のキャッシュのヒット率とか、あと各スレッド間の効率ですね。どのスレッドがやたら時間かかっているかとか、そういうようなことも分かります。これは MPI の、プロセス単位でも分かります。で、場合によっては IO が占める割合が分かると。あと、モード間の性能は、これは、ツールによるんですけども、MPI の通信パターンが分かるようなものというものも、世の中にはあります。で、あと、通信量とか回数とかも見えるようなものが、ありますので、そういうことも取ろうと思えば取れるものがあります。で、例えば、例としてですね、富士通社のプロファイラーですね。これは、呼び方があって、富士通用語なんですけど、基本プロファイラーってものと詳細プロファイラーってものが、提供されていて、これを使うと、先ほど言ったようなことができるんですが、基本プロファイラーを使うと、プログラム全体で最も時間のかかっている関数を、見つけることが、できる。
で、詳細プロファイラーは、ある特定のループ、だから基本プロファイラーでこの場所がまあ重いってが分かった後に、具体的にどのループが重いってことが分かりますから、そのループに対して、まあ、あるインターフェースで指定をすると、メモリアクセス効率とかキャッシュのヒット率とかが見えるという、この2つを使い分けて大体チューニングしていきますね、というふうになっています。で、使い方はまあこれ富士通ならではなんで、使わない方はあまり意味ないかもしれませんけど、まあ NPI の実行前にこの FIPP-C というのをつけるだけで、まあ起動するようになっていて、基本プロファイラーの場合はデフォルトで100ミリ秒ごとに割り込みが入って、その間隔にどこでいるのかっていうのをまあ情報蓄積して、ツールで、まあ解析してくれると。この100ミリ秒っていうのを当然変えることはできるんですけども、これあまり短い間隔で割り込みを入れるとどんどんプロファイルの時間が増えていって何測ってるか分からなくなるので難しいところなんですけど、デフォルトは100ミリ秒になっています。だからあまり短いプログラムに対しては普通はプロファイル取れないので注意してください。比較的大きいものを、100ミリ秒ぐらいで取るというのがまあ一般的なんですけど、短すぎるとダメだっていうのも覚えておいた方がいいと思います。だから適切な、そういう意味では、ベンチマークを実行して調べるということになります。で、これ見るのは富士通の場合はテキストプロファイル、テキストツールで見るんで、比較的これ見やすい、やりやすいというか使いやすいものになっているんですね。で、詳細プロファイラーの方はこれ、起動方法は同じなんですけども、 GUI ベースで見るしかないので、これはちょっと見にくいですね。後ほど紹介しますけど、基本的なこの GUI ベースのものを使うよりかは、実は富士通が提供しているExcel形式のプロファイラー、詳細プロファイラーツールの方が使えるという状況になっています。で、具体的なやり方は東大デフェクス10で、これは教科書にあるような例になってますけども、なんか和というプログラムがあって、それのプロファイルを取るときには、なんかメイクファイルで、メイクディアで、ディレクトリを取った後に、こういうような MPI の実行するところを書き直して実行すると、このプロフって中に、プロファイルのためのログが できると。で、実行が終了した後、この FIPPPX ってコマンドを叩くと、プロファイルしてくる。非常にこういう簡単に使えるようになって。で、具体的にどんなものが出るかっていうと、こんな形ですね。全体の経過時間、ユーザー時間とシステム時間が出ますから、ざっと、どういうことを、システムを使う時間も、使われている時間も踏まえて、見ることができるし、あとですね、ここは有用なんですが、全体時間に占める各、関数の割合がパーセンテージで出てくるので、この場合のプログラムはあまり面白くないので、メインに 65% ぐらい指名されていると、費やされていると。であと一つ結構いいのは、富士通コンパイラーと連携しているんで、これ実はその対象箇所が分かるんですね。 65% 費やしている場所は、1行目から45行目までの場所ですっていうのが出ますから、これでいわゆる関数、どこの関数に時間がかかっているのかと、あと場所が同定できます。なので、一般的なアプリケーションにおいても富士通コンパイラーでコンパイルしているようなものを、基本プロファイルにかけるとこのレベルで、分かりますから、チューニングの情報として得やすいということになります。で、あと詳細プロファイラー使うときは具体的にループとかが分かっている状況なんで、そのループに対して、フォートラン C、 こういうような、手続きを与えて指定すると、名前つけて、この場所はこういう名前でプロファイル取ってくださいということを指定して実行すれば、詳細プロファイルを取ることができます。で、動かし方は、さっきと違うんです。どういう情報を取るのかっていう情報、ことを書いて実行するんですけど、こういうような違いぐらいで取れます。で、富士通の場合は、見るために専用の GUI っていうのがあって、こういうツールをダウンロードすれば、して見るということをしまして、これは東大の場合は、東大のユーザーであれば、これは富士通のツールが使えるようになってますから、これをダウンロードして、このツールを通して、詳細プロファイルの結果を見るということが、できます。なんかこんなような画面見えるんです。これはちょっと あまり説明しません。ちょっと分かりにくいのであまり説明しないんですけども、具体的に分かることは、キャッシュミス率とか、命令実行の詳細とか、メモリアクセスの、状況とか、メガフロスとかそういう実行効率とか、見ることができます。で、それよりも FX10 のユーザー、K のユーザーは、こっちを使っていると思うんですけど、Excel 形式で先ほどの、プロファイルデータを見る機能っていうのがあって、これが結構分かりやすい
ので、まあ、具体的にはこういうエクセルで、きれいな図で出てきますので、これを見ると、まあ、全体の性能、理論ピークの、何パーセントぐらい出ているのか、あと実際の、まあ、メガフロップ質とか、あと、まあ、インストラクションの密布質と、あとメモリスループってですね、1秒間何ギガバイトメモリをデータを読み込んでいるかと、あとゲル1キャッシュとか L2 キャッシュのミスヒット率、TLB のミスヒット率が出ますから、まあ、これを見て、まあ、全体のプロファイル、詳細プロファイルも踏まえて、見るということがよくされています。で、さらにこれいいのは、なんか、まあ、これ横方向は16、まあ、コアあるんで、16コアごとの、なんか、時間が書いてあるんですけど、実行時間の内訳ですね、メモリからデータを読み込んでいたり、ストアしている時間とかの比率が出るんで、これを見て、まあ、アルゴリズム書いたり、予想以上に、まあ、キャッシュのミスヒットが悪いとか、そういうことが分かりますから、チューニングするということができます。まあ、詳しくはこれ、富士通さんが提供しているチューニングのガイドとかに書いてありますけど、まあ、一般的に、まあ、スパゴンユーザーは、こういうのを使って、自分でチューニングする場合はしているという例で、ここに紹介しています。で、まあ、これは、まあ、プロファイラーなんで、まあ、あと他にですね、GCC とか、まあ、いろいろ使える環境では、Gprof とかいろいろあるんで、それで、プロファイリングを取って、まあ、重い場所を、まあ、同定してもらうんですけども、まあ、ちょっと最初に言ったですね、具体的にどうやったらどのぐらい速くなったっていう事例を簡単に、紹介したいと思いますけども、で、これはもうアプリケーション次第なんで、まあ、分野が違うとまあ全く使えなかったりするんですけども、ここでは一つですね、セイシム 3D っていうものの、例を紹介。これは東京大学の古村先生が開発した、まあ、地震波のシミュレーションプログラムで、まあ、ここで紹介するのはベンチマークなんで、まあ、ほぼ同等って言ってますけど、まあ、ちょっとベンチマークっぽく、改善されている、改善から使われているものです。で、これは3次元の、シミュレーションで、有限差分法で、まあ、シミュレーションする地震波のコードになっている。で、まあ、これ結構特徴があって、結構余分な作業力が結構ある、ものなんですね。で、32ギガぐらいのメモリだと、実は計算の扱う問題空間としては 32.1 メガバイトぐらいしか取れなくて、いろんなところで結構他に作業配列が、取られるので、あまり大きな問題サイズが取れないという特徴があります。で、これぐらいになると結構ですね、L3 のキャッシュに乗ってしまうような、サイズですね。普通20メガぐらいあるんで、まあ、溢れてますけど、結構な部分が、まあ、ラストレベルキャッシュっていう L3 キャッシュに乗ってしまうような、問題でありました。でも当然だから、こういう問題じゃない実アプリケーションの場合で、メモリあまり食わないようなものの場合はちょっといろいろやる方向は違ってくるんですけど、まあ、この問題の場合は、まあ、とりあえずなんか、結構メモリに乗りやすいサイズしか取れないという状況になっています。で、これをですね、先ほどのプロファイラーにかけるとこんな形で出てきますね。まあ、いろんな対応箇所、これフォートラン90なんですけど、まあ、出てきて、まあ、全体 100% すると、そんな1個のところが占めてるっていうよりかは、まあ 20%、20% の箇所がいろいろ分散している。これは要解法だと、まあ、一般的にこうなります。いろんなループがこう、いろいろ分散、似たようなループがいろいろあって、それに対、それら、まあ、それらが、時間がそれなりに占めてる。まあ、だから全部これらを、まあ、チューニングしていくっていう必要はあるんですけど、こんな形です。で、あと通信時間もこれで分かるようになっていて、まあ、コミュニケーションにかかる時間のうちどれが、まあ、一番かかっているか、例えばこのピープオープンパッシングベロシティというところが、まあ、50秒ぐらいかかっていて、っていうような情報が出ます。で、これよくよく、まあ、計算してみると、こっちの方だと通信の時間の、全体の時間か、全体の時間の割合が分かるし、ここだと MPI 通信にかかっている時間が分かるので、よくよく計算してみるとですね、これは通信時間にMPI の時間自体はだいたい 57.5% ぐらいこのルーチンでは占めていて、実は他の部分に 42.5 かかっているということが分かります。で、それをよく見てみると、実は通信ではなくて、前回言いました、実はメッセージのパッキングです、アンパッキングですね、通信のためにデータコピーしてたり取り戻したり時間になっているので、この時間が意外にこの、ベンチマークだと無駄大きいということが分かります。なので、こういうプロファイルを取ると、対応箇所ともに通信の割合とか、その他の場所が分かるので、こういうので見極めるということができるようになります。
で、あと、まあ、これ、見るんですけど、全体の時間ものを、まあ、なんて平均化したようなものも見れるんですけど、各プロセスごとの情報も出ますから、まあ、各プロセスでなんか処理が偏ってたりする場合は、そういうような、個別のプロセス情報っていうのも、見ることができるようになっています。で、ちょっと実際見てみるとですね、これ、まあ、で一番重かった、まあ、大体 9.8% ぐらいを占める、ループっていうのは、まあ、こんなようなループですね。で、まあ、これも先ほどループ中の式が多いって言ったんですけど、これまだ少ない方ですけど、まあ、これでもこんだけ書かれていて、まあ、話聞くとこれもベクトル系先向きになった構図なんで、実際まあ、スカラーマシン持っていくと、これが必ずしも速いというわけではない構図にはなっています。で、その他のところもまあこんな感じですね。という形で、まあ、分かります。だからここはとチューニングしていけばいいという話に、まあ、落ちるわけです。で、まあ、こういうのループですね、ちょっと先ほど違いますけど、同等の、ループだと思って、まあ、抽出できた。これは、まあ、いわゆる演算カーネルというやつで、この部分を、徹底的にチューニングしていけば、全体の、チューニングにつながるというものが分かるわけです。で、これをどうするかなんですが、こういう、いわゆる一般的にですね、この30ループを、まあ、チューニングするときによくやる方法で、ループ分割という方法があって、冒頭に言いました、これいっぱい中に式が書かれていると、レジスタが溢れてしまうという場合を防ぐために、ループの分割をして、中に書いている式を、まあ、減らすと。そうすると、コンパイラの最適化がうまく機能して速くなるということがあります。当然、逆効果もあります。分けることによって、まあ、悪くなることもあるので一概には言えないんですけども、まあ、大きな流れとしてはループの分割ということをしてスピルコード、レジスタから追い出されるデータのあるコードを防ぐで速くするという方法が一つ。あとですね、まあ、ループ融合といって、これも冒頭に言ったループ長が短くなっていくと、プロセスが増えていくとどんどんループ長が短くなるよという話があったんですが、ループをまとめると、同じ問題サイズですけどループ長が長くなって、スレッド並列化とかが、聞きやすくなる、もしくは実はスレッド並列化しなくてもループが長いことによってコンパイラーの最適化プルフェッチという処理が聞きやすくなって速くなるということがあります。で、まあ、このコード30ループなんで、2つのやり方があって、まあ、一重ループ化、30ループを1個にしてしまうようなこともできますし、まあ、上の2つをくっつけて二重ループ化するというような方向もあります。で、どちらがいいかは、まあ、中に書かれている式とか、まあ、あとコンパイラの最適化の能力によって、変わってきまして、まあ、一次元ループっていうのは、まあ、一番長くなって嬉しいんですけども、一般的には実はまあ、ベクトル計算機とかだといいかもしれませんけど、スカラ計算機だとですね、実際ループは最内ループっていうのは連続になってた方がプレヘッチが効いて早いってことがあるつもりで、一ループ化してしまうと連続性が分からなくなってしまうので、コンパイラー最適化を落とすことが一般的にありえます。そうするとこれはあまりよろしくないことになったりします。で、一方二次元ループ化の方は外側のループ長長くなってスレッド並列が効いて嬉しいんですが、その内部のところは連続で残っているのでコンパイラー最適化阻害しないってことで、まあまあ、総合すると二次元ループが早いということがありえますので、これもアーキテクチャによってどちらがいいかは変わってくるんですが、方向としてはこういう方向でチューニングすることができます。で、具体的に見ていくとこんなことをやるわけで、まあ、これもできるかできないかは中に書かれている式によるんですが、まあ、この場所で切りたいという場合は、まあ、この場合は別に何の苦労なく、まあ、切れるには 切ってやっていいわけですけども、で、あともう一つは、外のくっつけるってどういう、ループ融合って何かっていうと、30ループをこう1次ループ化して、あとはもう KGI はこの式から、元 の, インデックスが計算できるんで、まあ、こうすると、外のループは長くなると。なので、最初は NZ の長さしかなかったんですが、NZ×NY×NX という、 こう3次元のかけた長さになるんで、非常に大きくなるということです。で、二重ループ化はこれもさっきの中間みたいな話で、外を NZ と NY をくっつけて長くするんだけど、中はそのままっていう、まあ、こういうような組み合わせがあると。で、あとですね、まあ、
これでまあ結構早くなっていっぱい上がって、まあ当たり前って当たり前ですけど、知らない人はイエスそうかって感じなんですけども、この定義と参照ですね、こう定義されて、値を定義して使う場合の距離が長いと、ここでコンパイラーが発狂してっていうか、最適化が爆発して何もやらなくなることがあるんで、こう近く持っていくだけで、実は5割ぐらい早くなったりするケースがあります。で、これもだからコンパイラーの中で何やってるか分かる人はこういうことをやるんですけども、で、かつコンパイラーがこのぐらいのことをやらないのかって全然やりませんから、複雑になると、この辺組み合わせ爆発を起こすんで、1週間ぐらいかけてコンパイラーしていいんだったらやるかもしれませんけど、一般的には数秒で終わることを見ると、なかなかこういうことはできない。で、これだけで50%速くなるんだったらやってみればいいわけでっていうこともあるので、注意。こういうこともあるってことを知っておいた方がいい。で、さらにですね、こう分けるとですね、まあ、分けて単純に計算できれば嬉しいんですけど、再計算が必要になるという話がある。例えば QG っていう計算、値計算したものを分けちゃうとこう引き継がれないから、もう一回計算しないといけないとか、まあ、C っていうとこうもっとメモリがいるとかいうケースが普通に出てきます。なので、これコンパイルできないんですね。まあ、要は勝手にメモリが増えるっていうのは絶対許しませんから、これはもう手でやる最適化の最たるもんですけど、こういうことをやって、なんでコンパイラーやらないかっていうのは、これもだんだん薄々分かったと思うんですけど、こういうことをやって皆さん早くしているということになります。で、まあ、この場合は実は完全にもう2つに分けて、三重ループを2つに分けてしまうと、これまたさらに最適化の余地が増えるんで、まあ、いろいろ結構こういう組み合わせはあるわけですね。なので、まあ、一般的にはかなり組み合わせはあるんですが、まあ、このコードを見てもらうように、すべての場所にやっても筋があるわけですから、この1行で切ったらダメなわけだから、大体まあ人間が見るとこの辺で切ればいいって分かるんですね。なので、それで分けてチューニングするっていうのが今、まあ、職人がやってる方法だし、実際コンパイラの、オプションで、スプリットとかいうのがあったりするんです。そういうのは自分でこの場所を指定させて、コンパイラがこういうふうにやってくれるっていう、ディレクティブがあるコンパイラがあるんで、それを見つけたらこういうことを分かった上でやってみてると、コスト低く同じような効果が得られます。で、これ実際どれぐらい速くなったのかっていうの、まあ、全ての組み合わせ、いろいろ、まあ、全てではないんですけど、まあ、この場合はこの分割点を2もここにした例で、いろいろ全て融合して分割の組み合わせを、決めたものなんですけども、7通りぐらいは、まあ、あって、これは元のそのままのコードから、I ループ分割、J ループ、K ループ分割とか、二重一重のループ融合した組み合わせを、取ってみた例で、まあ、実際どれが速くなるのかっていうのを、まあ、調べましたと。で、ここでは、まあ、東大の FX10 1ノードで、16、1から16スレッドまで、振らしてみて、調べたという例ですが、まあ、これ結果なんですけども、まあ、横軸、これはスレッド数ですね。こちらさっきの実装、ナーシュラル実装の、すべての時間、縦軸時間なんで、見てもらうと分かりますように、まあ、どのスレッドでもこの場合は、この4番の実装というのが一番早かったということです。で、この場合は、まあ、この実装にしておけばいいんですが、これはだから汎用的なものではなくて、当然、インテルコンパネを持っていったら変わりますから、どれがいいか。やっぱりここはチューニングポイントということになって、固定の実装はできません。で、あとこれは出てないですけど、スレッド数がこれ変わると実は変わったりするので、どれがいいのかも。なので、各スレッドで同じ実装が早いとも言えません。ここはだから、まあ、チューニングのコストのかかる理由の一つになっています。この場合はたまたま4番が早かった。で、実際これ1の、そのままですね。そのままだってこれコンパイラの最適化がかけているものですよ。元のコードもコンパイラの最適化かけたものと、分割してコンパイラの最適化を当然かけたもので差がどれぐらい出るかっていうところは1.5倍、5割増しぐらい早くなっているということになります。まあ、この部分についてはですけど。で、まあ、実際このコードだとこう、まあ、2つに分けちゃった方が早いわけですけど、まあ、他のところに持っていくとどうなるかはわからないんですけど、まあ、いずれにしろこういうことをやって早くするということが一般的にはできます。で、ここで、まあ、最近の、まあ、計算機、ミニコア環境に持っていくと、まあ、どうなるかなんですけども、まあ、一般的にこの要解法のコードって、まあ、プログラムから見ると三重ループになってるんですね。三次元だからまず。で、まあ、中になんか、離散化に基づく、まあ、式が書いてあるわけで、外側を普通はオープン MP とかで並列化してるっていうのが、まあ、普通のやってあることです。で、ここで注意するのは、当然ながらこのループに、K ループに並列性がかかるんで、この NZ っていうのはスレッド数よりも少なくとも大きくないと、スレッドの効果を生じないんで、まあ、60スレッドだったら NZ60 以上ないと速くならない。で、それが取れるかどうかは分からないんですね。使う問題サイズに依存するんで、スレッド数で単に決まる話じゃなくて、シミュレーションの問題サイズで決まる。
で、まあ、言うみると、ジオンファイとかの場合は60のフィジカルコアがあるんで、まあ、60スレッドと指定するんだったら、まあ、60というのが最低限なんですけど、普通は2、3倍大きなループ長を取らないと、あの実際は速くならない都合を考えると、NZ は120から180ぐらいないと、おそらく並列性能出ないだろうと。で、ハイパースレッティング使えますから、60コアのうち1コアに4スレッドまで、割り当てるという事項で、実は240までいくので、240の場合は480か720のサイズ、NZ がないと。これ、逐次ではないですから、全体のサイズから MPI プロセスとかで割ったサイズなんで、果たしてこのサイズ確保できるかっていうと、計算、メモリとか計算の都合なんですけど、結構厳しいサイズになってくると思います。なので、結構まあ、このままだと並列性がないっていうのはそういう理由です。で、その場合は問題サイズとかはいじられませんから、このループをいじって、まあ、ループ擁護していかないと並列性が抽出できないよということは、こういう原理からまあ言える。でこれ実際どのぐらい、まあ、こういう状況で速くなるのかっていうのを、まあ、取った例があるんですけども、これ G4Fi の8ノードですね。1ノードあたり1個の G4Fi が入っているもので、まあ、似たコードを、まあ、調べました。でこれはまあ通信のインフィニーバンドの入っているんですけど、まあ、インテルコンパイラーで、まあ、普通にこういうオプションでコンパイルして、ネイティブ実行って言ってあのコンパイルしてそのまま、このイオンファイに走らせるってやつですね、MPI。まあ、その状況で、測ったものになります。で、まあ、この辺は細かい、まあ、問題サイズの指定なんで、こういうような、サイズで、動かしています。で、動かし方がいろいろあって、ハイブリッド MPI オープン MP ジストになっているものがこのセーシウム3のやつなんで、いろいろチョイスがあるんですけども、まあ、例えばあの P8T240 っていうと、この、8個の MPI プロセスで240スレッドパープロセスで動くという、まあ、これ以上、まあ、細かくできない、特にあのソフトウェアの制約で 8MPI が絶対必要なんで、まあ、これ以上、細かくできない、かつあのスレッド数が一番多い実行スタイルがこれになります。あとはもうどんどん増やしてこういうふうにできるんですが、まあ、実は T1 まで持っていくと、これいわゆるピュア MPI 実行なんですが、まあ、なぜなのか、P960T2 以下だと MPI エラーが出て動かなくなったんで、おそらく MPI の数が増えすぎて、なんか、システム的に落ちたんだと思いますけど、まあ、この場合は動かないので、ここでちょっと止めています。まあ、現状この状況で、まあ、調べて、先ほどのような、まあ、ループ融合とかループ分割を施して、どこまで速くなる余地があるのかというデータを、まあ、ちょっと示します。で、これはですね、あのスレッドごとの、まあ、ループの長さですね。で、2PT240 だと、まあ、0.5 っていうから、まあ、かなり並列数に見合うだけの数がこの場合の実行状況だと確保できてないんですけども、まあ、MPI プロセスを増やしていくと、この場合は、まあ、ちょっと長めになってますよという例。でこれが結果なんですが、まあ、このいろんな箇所にこうあの、まあ、先ほど示したカーネルっていうのはあるんですけども、これで、ハイブリッド MPI、オープン MP 実行を、まあ、さっきいろいろ、まあ、形態があるんですが、それに対して、まあ元の、実行時間を、まあ、基準として、実装変化した場合に最大で、どれだけ速くなったのかというものを、示しています。でこれで見ると、このアップデートストレスっていう、さっき見せたようなところだと、実は5倍ぐらい速くなっている、この場所。で、他の箇所っていうのは、まあ、いろいろ伸びしろは違うんですが、全体でまあ 50% ぐらい速くなるぐらいの効果があって、特にこういうアップデートストレスにおいては、先ほどのまあループ融合とか、そういうような処理が効果的であったという例です。で、具体的にこれ、どういうことが、どういうコードが速かったかというと、これがまあこれでして、これはあの外の二重ループを融合して、まあ、坂の中はそのままというものがこの場合は速くて、これがまあこの状況においては、まあ5倍ほど速い。で問題はこれだから、プロセスが変わっても当然この、こういうこのほど速くなるかわからないし、問題サイズが変わってもわからないんですけども、いずれにせよこういうようなことをやっていくとかなりメリットがあるという、一例ですので、まあ、今後こういうことをまあ、なるべく支援するような、まあ、コンパイラーの支援というのも踏まえてですね、こういうことをやっていく必要があると言えます。はい。で、まあ、ちょっと一例示しましたけど、次に、まあ、話すのが通信最適化の方法で、まあ、ちょっと最初に言いましたように、自分の持っているプログラムの通信のパターンが、
どこに、どういうところにあるのかって分かってないとチューニングできませんと。で、その時にですね、まあ、横軸をこう、まあ、メッセージサイズだとして、縦軸は通信時間だとすると、まあ、普通はですね、メッセージサイズがある数百バイトぐらいまでは、実はあんまり時間が増えないんですね。だから1個データを送るのも2個データを送るのもほぼ同じような時間で送れるようになっています。これは通信の仕組み上こういうものになっています。なのでこの領域に入っているような通信パターンのプログラムっていうのは回数を減らすと非常に通信の時間を減らすことができるというのはまあこういうことです。で、その後は比較的ですね、メッセージサイズが増えれば増えるほど時間がかかっていくというようなまあ、こういう感じになっていますから、どちらの領域に入るかというのをまず自分のプログラムで知っておく必要があります。で、通信1の場合は先ほど言ったように通信レイテンシーが律則になりますから、これも通信回数を削減するしか基本的には道がないので、まあ、そういうことをするし、メッセージ転送時間がほとんどの場合はもうメッセージサイズを減らすしかないので、冗長計算してもメッセージサイズを減らすってことをやっていくしかないということになります。なのでこれだからこの辺を認識してないと何やっていいかが変わってくるということです。で、まあ、領域機能、さっき の, 通信回数が、非常に重要な、領域にあるアプリケーションの例として、まあ、例えば内積計算のためのリダクション、まあ、秒リデュースを使うことがあるんですが、これはもう、倍精度1バイトの、リダクションなんで思いっきり領域値になる。なんでこういうプログラムはですね、できることであれば、複数の内積を一気にやれば、まあ、回数減って嬉しくいくわけですね。で、そういうことができるのかなんですが、これはアプリケーション次第なんですけども、まあ、よく例に挙がるのは、連立方程式の反復解法の中に、まあ、CG 法っていう方法があります。で、この方法は、まあ、普通にやると、まあ、3回ぐらいの内積が必要になってしまうんですけども、まあ、そのために通信、レイテンシー一足になるんですが、これはこの1回の反復の内積を複数分、計反復も一気に行って、内積をその一気にこう、なんていうか、傾向分の内積を一気にやるという方法ができれば、まあ、早くなるということになります。で、こういう方法が実はあって、まあ、単純にやってしまうと、実は丸めの誤差で収束しないんで、工夫が必要なんですが、ここに書いてある通信回避 CG 法というのが提案されていて、この方法でやると、まあ、収束性も保証した上で、複数の行列計算、まあ、行列ベクトル積をまとめてすることができる。だからこういうようなアルゴリズムを研究して、まあ、実装していくと、こういう通信領域1位の、通信時間を減らすことができるということで、研究されている話もあります。で、あとはですね、まあ、一般的にですね、まあ、同期点を減らすと当然高速化になるという話はしたんですが、MPI でいうとこのノンブロッキング関数を使って同期的に通信しないということで通信時間を減らすということが、まあ、考えられることです。まあ、これは単純な話でランク0からランク1を送るときに、ランク1はこうレシーブが終わるまで待っているとなんか待ちがあってこれが積み重なって大きくなっちゃうから非同期に行って、まあ、相手が受け取ろうが受け取らないがどんどん計算を進めてしまうことができるのであれば早くなる。できるのであればっていうのは相手の受信待ちをしなくてちゃんとデータが壊れないかということを保証すればということです。まあ、こういうことを狙う方法です。で、その時に出てくるのが非同期通信でして、まあ、ちょっとここでは、まあ、こういう最悪な例を考えますけど、プロセス0が、1、2、3に対して、まあ、なんかデータを送った後でしか計算できないっていう場合に、まあ、1番にデータを送って受信待ちして、2番に送って受信待ちしてってやると、こう受信待ちが、プロセス数低い1個分だけ、また最後計算になって、これでまたなんか同期して次の反復に入るって場合は、まあ、非常にもう通信待ちの時間がみんなこう増えてしまうわけですね。なのでこれはだから0番が非同期にデータを送れるんであればこうどんどん圧縮して速くなるような例を考える。この時に今はどういうものを使ったらいいか。普通に書くと MPI のセンドとレシーブだから、まあ、これはブロッキング転送ってやって相手の受信待ちというようなものがこういうふうになってしまうということです。で、その前にですね、ちょっと非同期の MPI の言葉を説明したいのですが、まずブロッキングのブロッキングってさっき言ってますけど、ブロッキングというと何かっていうと、これはMPI では送信もしくは受信のバッファ領域にメッセージが格納されて、
まあ、受信もしくは送信側のバッファ領域が自由に呼び出しアクセスができるまで呼び出しが戻らないというのをブロッキングと呼んで、なのでバッファ領域上のデータの一過線は、まあ、あのプログラム上保証するんで、なんかデータを送ったやつが、次触っても、戻ってきた段階に触っても壊れないというのがブロッキング、まあ、これはまあ普通皆さん考えるところで、ノンブロッキングは逆で、あの送信受信側のバッファ領域のデータを保証せずにすぐ戻ってくる方法なんで、当然あのそんなものに対してあの送信バッファとかを触っちゃうとデータ壊れて正しく送れなくなるというものですね。まあ、だからこういうものがあります。で当然あのそれで、本当に送れられたかどうかを誰が保証するんだというと、 MPI ではユーザーが保証することになっています。なので、システムが何かやってくれませんというのはちょっと注意。あとまあ言葉的なローカルとノンローカルというのがあるんですが、これはまあ あまり、まあ、使うというか使うんですけど、あの、まあ、ローカルの場合は、手続きの完了がそれを実行しているプロセスのみに依存するということで、他のプロセスの通信を必要としないような処理は、まあ、ローカル、自分で閉じているという意味でローカル。ノンローカルは、まあ、その処理を収容されるために、他のプロセスの何らかの MPI の手続きが必要かもしれない。なくてもいいんだけど最悪必要だというのをノンローカルと呼びます。これ MPI を。で、ここで重要なのは MPI では少なくともあの MPI のバージョン1ではこの4つの通信モードっていうのがあるところが実はあまり分かってない人がいるかもしれないんで、あの注意なんですけど、実は標準通信モードっていうのがデフォルトになっていて、これノンローカルです。で、何をやってるかっていうと、送る場合は送出メッセージのバッファリングは MPI に任せるっていうもので、システムバッファーが十分にあってバッファリングされるときは相手の受信関数が起動前に戻ってきます。なぜならばシステム関数にコピーされるんで絶対壊れないので、プログラムに戻ってきても壊すことはないから。で一方ですね、バッファリングされないようなバカでかいデータを送るときはこれもどうすることもできなくなって相手のレシーブが発行するまでそこで止まります。でこれがおそらく皆さんの想像するブロッキング転送だけど、実はこれあの挙動違うんですね、バッファーあるなしっていうところが分かっているかいないかというのは非常に重要なところなので、注意してます。何もしないとこれがデフォルトです。で、それ以外は実はもう細かなモードがあって、バッファ通信モードというのは必ずバッファリングして、バッファリングしないとエラーで止まるという、まあ、極端な例なんですけど、こういうものとか、同期通信モードは必ず同期するというものと。あと、レディ通信モードというのは対応する受信がすでに発行されている前のみ実行できて、それ以外はエラーというもの。まあ、これはおそらくですね、レディ通信モードはあの余分な処理が減らせるんで、もう相手があの立ち上がっていることが分かると余分な処理が減らせるんで、こういうモードが用意されていると思うんですけど、これなかなか激しいもんで、実は使えない、限られた状況しか使えないと思いますけど、速さはありそうだというもの。いずれにしろこの標準通信モードというのが、デフォルトになる。で、それを分かった上で MPI 線路関数を見直すと、これはブロッキング転送であると。で標準通信モードでノンローカルな処理なので、バッファ領域が安全になるまで戻らないんですが、システムバッファが取れる場合はメッセージがバッファリングされて対応する受信が起動する前にすぐ戻ってきましょう。ここはまあなんか、おかしいんですけど、ブロッキングなのにもかかわらず相手がレシーブあの発行する前に戻ってくるという処理になっているところに注意してください。でバッファ領域が取れない場合は、当然そこで止まるという処理になるのが MPI 線。でこれに対して非同期通信するノンブロッキングのアイセンドというのがあるんですが、まあ、使い方はまあこのような形で、まあ、普通センドバッファー送るべき数データタイプでデスティネーションタグコミュニケーターで最後アグリクエストという、まあこれがちょっと特殊非同期通信ならではなんですけど、これは、まあ、あの本当にデータが送れたかどうかを判断するための制御変数みたいなものが、制御配列みたいなものが必要になるところがあのブロッキングのも、あのブロッキングのものと違うところです。で、まあ、先ほど言うように iSend を発行すると本当にデータが送られよう送られないがすぐ戻ってきてしまうので、ユーザーがどうやってこのセンドバッファーの中身を相手に送られたかどうか確認するのか、これが重要になるんですが、これ MPI では専用の関数があって MPI Wait というのがあって、これを呼ぶんですね。そうすると、この場合はこの MPI Wait が呼ばれた段階で前のアイステータスのアイリクエストを引き継いでますから、送られたデータが本当に送られるまでここは止まっているということになります。なので書き方としては MPI のアイセンドを書いて、なんかそこに次にできる計算を書いた後 MPI ウェイトを寄るというような書き方になっているのが非同期通信の典型的な書き方になります。
これもエンペアのアイセンドを見てみると、これはノンブロッキングのソリ で、これちょっとまた訳が分からなくなるんですが、実はアイセンド自体も標準通信モードになっているんですね、非同期なのにもかかわらず。なので、これは何を言ってるかっていうと、通信、バッファ量が取れる場合は、相手のレシーブで化される前までに、戻る、すなわち待たないっていう処理になります。バッファ量が取れない場合は、当然相手の領域にメールコピーされるまで通信が完了できないんですが、これはまあエンペアウェイトが呼ばれた時の処理と思った方がいいです。なので、エンペアウェイトが呼ばれた時に実際送信されないんだけど、自分でバッファを持っている場合は、そこですぐ戻ってくるということですね。なので、ここは注意してください。ノンブロッキングなのに関わらず、標準通信モードになっているというのが、ここでの、特徴です。でまあ、一般的にはエンペア鮮度の中には、エンペアウェイトが入っていて、エンペア鮮度の中にエンペアウェイトが入っていないというような処理になっていると思って、まあ、差し支えないということです。で、ここで注意は、先ほどの原理が分かっていると分かるんですが、まあ、よくやりがちなのはですね、全員がエンペア鮮度を呼んで、次に全員がエンペアレシーブを書くような実装は危険だってことですね。で理由はですね、正確が動いたり動かなかったりするんですが、動く場合というのは先ほど言ったように、メッセージバッファーが取れるような小さい処理の場合はエンペアセンド中でメッセージバッファーに、センドのデータがコピーされて戻ってきて全員がレシーブ発行するから動くんですが、いいやと思っているとちょっと大きい問題を解くときに固まって動かなくなるわけですね、センドで。相手、まあ、当然ですね、世の中全部がセンド読んでてレシーブ誰一人いないんだから受け取る人がいなくて、そこでデッドロックが起こると。だから書いてはいけない処理ということになります。で、それを防ぐためにはどうしたらいいかっていうと、まあ、同じことをやりたい、やれるような MPI の、関数、例えば MPI センドレシーブっていうのがあるんで、それを使うといいんですけど、それが嫌だったら自分でもう絶対相手があるようなスケジューリングすると。あるプロセス、例えばランク番号2で割り切れるプロセスはセンドレシーブと書いて、それ以外はレシーブセンドと書けば絶対相手がいるんで、こういうことが起きないんで、こういう工夫をする必要が一般的にはあります。だからここもまあ覚えておいて、まあ、これ実は意外に最初にハマるところですね。 MPI のプログラマーで、私もハマりましたけど、何も知らせに書いておくとセンドのところで止まるんです、それも小さいサイズだと OK なのに、大きくなった時に止まるから悩むということになるので注意してます。あとですね、まあ、比較的高度な使い方としては、メッセージを完全に受け取ることなくて、種類だけ確認して、あ、これは自分のデータだったら欲しいやったという場合だけ受け取って、それ以外はまあ受け取らない。その時にメッセージの種類を確認するために、MPI プローブというのがあるので、この、まあ、検査っていうか、それをやった上で、まあ、メッセージを受け取るかどうかを決めると。でまあ、例えばこれだから1ギガとかでっかいなんかデータを送りたい場合、誤って受け取っちゃうともうすごい時間かかるっていう場合は、こういうようなものを使うってことがあり得ます。で使い方はまあこれなんで、これもですね、丁寧にノンブロッキング版もあり、ブロッキング版とノンブロッキング版がありますので、これも場合に応じて使ってみて、でまあ、MPI をキャンセルする、受け取ったやつも最終的にいらないからキャンセルっていうことも、できる関数があります。だから、まあ、この辺は必要に応じて使い、てください。で、まあ、実際の使い方は、先ほどの人工的に非常に悪くなる例の書き方で、ノンブロッキングで書いたのはこんな感じなんですけど、0番だったら、自分以外のところにアイセンドを先に発行していて、それ以外はレシーブで待っていて、なんか計算をして、待つ、MPI ウェイトで待つ。なのでこれアイセンドになっているので、もう送られようが送られまいが、ここでもう最初に発行しておいて、プロセスでは全部受け取ることを待たずに計算開始できるので、先ほどの例が早くなるのではないかという書き方がこのように書くことができます。こちらもそうです。でまあ、図で書いたのはこんな形で、センド、センド、センドって発行しておいて、受け取り待ちをしないんで、計算して、まあ、最後にウェイトのところで待つんですが、この待ちは、まあ、こちらの受け取った側も次の計算とかするんで、全体の時間が下がっているとすると、この受け取り待ちの時間も小さくなって、全体で早くなるというような効果を、そうすることが期待される書き方になるということです。でここから実際残念な例なんですけど、先ほどのようなことを目論んで、非同期通信化したんだけど、実はほとんど変わらなかった、もしくは遅くなったってことがあります。
で、その理由の一つに、実はノンブロッキング通信っていうのは、MPI 線路の実装が MPI 線路を呼ばれた段階で、本当に通信を裏で開始してくれないと、まあ、意味がないわけですね。計算と通信のオーバーラップをしないといけないんですが、ところが MPI の実装によっては、MPI ウェイトが呼ばれるまで何もしないっていう実装があることがあるようです。特に MPitch とかそういうのになっている。なので、実は、そういう実装になっている MPI を使う場合に、わざわざノンブロッキングでやっても早くならないということになります。で、こういうような状況において、実は永続的通信っていうのを使うと、これも当然 MPI ライブラの実装に依存して、より通信のオーバーラッピングがしやすくなって、本当にまあ効果があると、オーバーラッピングの効果がある例が、得られることがあるのなので、まあ同じことをやるにも、まあ特定のケースですけど、永続的通信で書いた方がいいということが、そういう例があります。で、これは仕様的には MPI-1 からあるので、まあ大体のもので使えるんですが、これもですね、本当に、通信と計算がオーバーラッピングできるようになっているかは実装次第で、なってないこともあるので、これやってもダメなことはあります。まあ、ただし、これ、理論的に、元の書き方、I センドで書いたものと同等以上のことが保証されるようなものになっているので、まあ、損はないと。で、やり方自体はどうするかっていうと、通信を利用するループ入る前に、一応通信相手先を設定するショック関数って呼んで、センドのする場所に MPI スタートっていうのを書く。あとは、真の同期に使うポイント、MPI ウェイト等は全く同じなので、まあ、書き換えのコストはあんまりそんなにないと。まあ、一つ嬉しいところは何かっていうと、MPI センドユニットで通信設定をしておくと、MPI スタート時に通信の内部的な情報の設定が行われないので、同じ通信相手に何度でもデータを送るような場合は、まあ、こういうオーバーヘッドが減って速くなるということも期待できます。まあ、実装的にそうなっている。で、さっき言ったように、まあ、制約はこれで、毎回プロセス0番が送る相手が、変わるような場合はダメな。まあ、ただし、まあ、多くの数値計算のプログラムって領域分割法っていうのを大体使っていることが多いので、そうすると、もう0番が送られて1番だとか決まったりしてるんで、そういう場合は使えるわけですね。なんで、結構これは特に数値計算の場合は使えて、まあ、領域分割に基づく溶解法とか、領域分割の上、委員解法で反復解法を使っているものはここで使えますから、結構カバレージは大きいと思います。で、書き方はこんな形で、MPI センドユニットとこれで、相手を固定して、あとはこう MPI スタート書くだけなので、まあ、書き方自体はそんなに困らないことになっています。なので、これは、場合によっては、こういう実装を、して、おくと、まあ、早くなることがあります。あと、まあ、経験的にですね、スパコン FX10 でもやりましたけど、まあ、これはそんな差はないんですが、ただ挙動が違うことがあります。MPI アイセンドと MPI、MPI アイセンドとこの MPI スタートでは、なんか内部の実装がちょっと違って、どちらが良かったか忘れたんですけど、本来挙動が一緒になってほしいところが違うってことがあったりするので、意外にだから、その中でなんかやっぱり変わることも同等だとか言っときながら、実装によってはなんか変わることがあるんで注意なんですけど、まあ、理論的には、実装を行った理論的には変わらないんで、さっき言われた人たちはこちらで書いた方がいいっていうのは、まあ一般的に言えることです。ということで、ざっと話しましたが、まあ、今回話したのは結構、プロファイルとか実例とか、話しました。MPI の、特に通信の、オーバーラッピングとかのやり方なんですが、まあ、実際やりたい、まあ、特に I センドとかの書き方等のまあ、もうそういうプログラムを持っていることが多いと思いますので、まあ、実際やってみると。で、あと、まあ、レポート課題というか、教科書とかを持っていられる方は、これ、まあ、どんなサンプルプログラムでも、まあ、こういうことができるようになっているので、試しにやってみる。あと、アイセンドで本当に速くなるのかとか、その辺はやってみると面白いと思います。まあ、大体あと15分ぐらいありますが、大体ここで一旦、はい、終わり。はい、どうもありがとうございました。では、